オリビア・エル・クレメンズ・オリビア・ラングドン・クレメンズは、アメリカ人作家マーク・トウェインの妻である。オリビアは1845年ニューヨーク州エルマイラで父、ジェイビス・ラングドン、母、オリビア・ルイス・ラングドンの間で生まれた。父、ジェイビスは裕福な石炭のビジネスマンであった。家族は、新人部各奴隷解放論者であった。オリビアは、家庭での教育とサストンズ女子人学校。 およびエルマイラ女子大学で学んだ。彼女の健康状態は良くなく彼女の10代のうち、およそ6年間を病床で過ごした。彼女は結核性骨髄炎かあるいは脊椎カリエスを患っていたようであり、大人になっても健康状態は向上しなかった。彼女は彼女の兄、チャールズを通して1867年12月にサムエル・クレメンズに会い、最初のデートは、 ニューヨークでチャールズ・ディケンズの読書であった。クレメンスは1868年の間手紙で彼女をしきりに誘った。彼女は彼からの最初のプロポーズを断ったものの2ヶ月後には婚約を承諾した。彼らは1870年2月にエルマイラで結婚した。ありがとうございます。